先頭はベッケンバウアー、そして4号車沢成がピタリと張り付く。全3周 75.9 キロ先のゴールを目指して15台のファイターが猛然と水煙を巻き上げていく。雨はいいよな、いくらパワーがあっても役に立たない。武器を捨てて素手で殴り合いをするようなものだ。本当に速いのは誰なのかはっきりさせてやる。侮るな沢渡、濡れた路面の処理には絶対の自信がある。日本人ドライバーなんかに負けるファクターは一つもない。